新之助似てるはいどうもマノチです、よろしくお願いします。似てたんじゃない今のクレヨンしんちゃんね、初期の頃の新之助に結構似てたと思いますよ。はい、じゃあ、プロ野球速報ブレやっていきましょう。今回は難易度スピリッツ、球速レベルはミドルスピード、これでやっていきます。普通に打ちます。昨日と同じような感じではあるんですけど、昨日はねゾーン打ちだったんで今回は普通に打ちます。すでに三塁ランナーがいるんでヒット1本打てば、クリアになりますね。やっていきましょう。で、そうですね、今回は失敗ありき、苦戦ありきというかそういう感じにしたいなと、苦戦してる動画を撮りたいなということでやっていきたいと思います。頑張ります。よし、やるぞ。俺しんのすけいけてたな。ちゃんとリクエストに答えましたよ。頼りになるバッターですからね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあチームとしてはナイスボール。まあほとんどがあれだろうね。ベストピッチで来るんだろうね。うん。来るね。日産バッターボックスの小木のどういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。打つぜ、頑張るぜ。状況にもよりますが、基本的には早い。シャオラ。あれ？やりたかったことが違う。やりたかったことが違う。本当はね、本当はね、ここで失敗するじゃん。失敗して、俺がマグロって言って、そのマグロの1枚絵の後にまたバッターボックスに立ってると、その繰り返しの演出をしたかったんですよ。マグロ連発をしたかったんですよ。打っちゃうもんな俺。打っちゃうもんな。やりたかったことと違うな。まあ成功ということで。はい。で、モノマネのリクエストの話なんですけど、ちょっとごめん、今自分で言っててなんか変だなと思ったけど、モノマネのリクエストってのもね別に募集してるわけじゃないんですけど、まあ何々の、まあ、あとがあるのがコナン君とか、あとアナゴさん簡単じゃねえかとか、まあ、そういうコメントもあるんですけど、正直ねそういうコメント嬉しいっす。嬉しいです。よし、ということで今回はここでやめようかな。明日の速報プレイアップできるかどうかまだ、まあ、約束はできないんですけど、もしアップするようだったらコナン君かなと思います。コナン君のモノマネをねやります、練習してます。なんだこの動画。なんだこの動画は。はい、それじゃあ終わろうかな。もう一回しんのすけやってみる。おらしんのすけ、やべえうめえ。いやー、レパートリーに加えとくわ。それじゃあモノマネ動画でした、終わり。また明日ね、バイバイ。よし、やるぞ。とっても難しそうだ。打てないぜ、難しいぜ。難しいな、三振しちゃうかもしれないな。あ、失敗しちゃった。マグロ。よし、やるぞ。打っちゃうぞ。チームとしてはこの回に追いつけないのは痛いですから、このチャンスで同点に持っていきたいですね。打っちゃうぜ、俺は打っちゃう男だぜ。そうですよね。外高め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。はい、ファウルです。変化球打った、ショート取った、一塁へ。チクショウ、スリーアウト、マグロ。さあ、そして打席には荻野が入ります。絶対今度こそ打つんだぞっていうね演出をしたかったというわけでございます。はい、じゃあ最後にね真剣にやってみましょうか。打てても打てなくてもこれで終わりにします。まあ打って終わる男だけどね。切りました、ファウルボール。
うわ危ない。外の低め見極めます。真剣にやれば打てるってとこ見せますよ。打てる気しねえ。絶対最初の1回偶然だわ。粘れ粘れ、打ちやすいとこ来るまで粘れ。こんなもん、俺ってこんなもん。やべえ、今俺超かっけえ、超かっこいい俺。はい、という感じでやりたい演出はこんな感じでした。はい、ということで本当に終わります。また明日ね、バイバイ。